パッパあげてる。コストコの人参はね、ほんと、はい、3段目ができました。スイッチオン。おお、おはまる。どうも、紅茶ガーデンです。今回なんですけども、モルちゃんのドライフード、皆さん購入されておりますよね。あれをですね、家でね、自家製ドライフルーツを作っちゃおうかなと思います。ということで、購入したものがこちらです。じゃじゃーん、フードドライヤーだそうです。まあそのまんまなんですけど、ちょっと開封していきます。ふん、あ、結構ぴったりぴったりしておる。ぴったりタイプだ。ハサミ、ハサミちゃん。いや、結構モルちゃんのそのドライフルーツとかドライ野菜ってめちゃくちゃ高いじゃないですか。なんでね、それを作っちゃおうって感じですね。こちらのフードドライヤー、お値段が5490円でした。5490円でドライ野菜が作り放題ならいいかなって思ってます。で、こういうフードドライヤーって時間かかるじゃないですか。なんでね、電気代大丈夫かなって私心配で、ちゃんと調べておきました。お値段なんと16時間使用した場合108円だそうです。なんで108円なら全然 OK ですよね。30日使ってもって感じですよね、まあ、そんなにべらぼうに高くなかったので購入を決めました。割とコンパクトですね。こんな感じ、大きさ的にはこんな感じです。で、コンセントの長さなんですけど、めちゃくちゃ短いですね。まあ、60センチぐらいしかないですね。これがいいような悪いような、一応ね、説明書があったんですけど、ここにいろいろレシピがありまして、リンクだと4時間から10時間とか、ぶどうだと6時間から12時間とか、いろいろ書いてくれてますね。やり方は書いてあります。中身はシンプルですね。こういうものが何層にもなっております。フードドライヤー使う前に拭いてほしいと書いてあるので、軽く拭いておきます。これでね、余った野菜とかは全部これに入れて、モルちゃんの餌を作っていきたいと思います。はい、じゃあ拭きましたので、お野菜をカットしていきましょう。はい、で、今回用意したお野菜がズッキーニと人参とキュウリです。ズッキーニはですね、4本で300円ぐらいだったかな。1キロ300円でした。で、人参もこれはコストコで購入したんですけど、これもこんなに入って300円でした。で、キュウリは、親からもらいました。じゃ、これを早速仕込みましょう。で、あと準備しておいたものがこちらですね。じゃかじゃーん、スライス用の調理器を購入しておきました。まあ、包丁でもいいんですけどね、なるべく細い方がいいかなと思ってこちらにしました。これだね、このスライス機能を使っていきたいです。これも Amazon で購入しましたね。これはね、モルちゃん以外でもいろんなことに使えますね。じゃあまず人参かな。人参からスライス、あ、モルモットが反応してる。よいしょ、いいね、いいね、よく切れるぞ。人参1本でどのくらい作れるかね、結構作れそうですけどね、こんな感じだったら。よくね、チャームさんとかで乾燥野菜売ってますけど、人参は特にね、安いですよね。果たして元は取れるのか。結構疲れるな、これ。モルちゃんのためだ。頑張ろう。コストコの人参はね、ほんと激安なんで、ぜひね、コストコ行ってみたら買ってみてください。お野菜コーナーに売ってます。あとミニトマトも安いかな。ただ、ミニトマトはあんなに消費できないよね。人参はね、結構長持ちするんで、おすすめです。で、ズッキーニもね、ちょうど安くなってたんですよね。1キロ300円。全然安いよね。
うちのモルモットはズッキーニ食べたことがないんでちょっと心配ではあるんですけど、人参がねたくさんできましたよ。このままボルちゃんにあげてもね、まあ、もちろんいいんですけど、まあ、なるべくねこう薄く切った方がドライする時間も短くなるんでこのスライサーを購入しました。はい、では早速人参を並べていきます。どのくらいの間隔で並べたらいいのかな。これやっぱり重なってると良くないよね。これは全部人参になってしまうのでは。どうした、追っかけられたか。これは全部人参になりそうですね。じゃあ1段目完成です。じゃあ2段目は割と多めに乗せていきます。どのくらい重なっていいかねわからないんでね、お試しで。ここは結構重ねていきます。意外と大丈夫かもしれないしダメかもしれないし、いや人参1本でだいぶ作れますねこれは。はい、ということで2段目はかなりぎっしりにしてみました。はい、じゃあ次は3段目。人参はね4時間から12時間って書いてありますね。結構短い。はい、3段目ができました。そしたら次はズッキーニやっていきます。これこのズッキーニ人参よりでかいから人参ぐらい作れちゃいそう。いやこのねフードドライヤーずっと買ってね放置してました。であんまりやっちゃうとキュウリ、まあズッキーニもキュウリも大体一緒か、いいか、キュウリは使えないかもしれん。はい、こんなもんですかね。おお、そしたらズッキーニも並べていきます。いやズッキーニもだいぶ取れるね1本で。やっぱねモルちゃんにお野菜あげちゃうとねモルちゃん食べ過ぎちゃいますからね、こうやってドライにした方が水分取りすぎるってことはないのかな。ただ栄養は結構逃げていっちゃいますよね乾燥しちゃうと。ただねこのフードドライヤーあれば大量にお野菜を買っても、例えばスーパーでね野菜がめちゃめちゃ安いでも消費できないっていう時にこれを使えば保管できると。逆だったのでこうやってせーのほい。おお、まあちょっとばらけたけど、てかうちの子ズッキーニ食べるかな。はい、そしたら最後の段です。最後の段足りないじゃんこれ。業務用とか売ってたんですけどね値段がおかしいし、あんまり大きいと場所も取るし、ということでこちらになりました。これを使ってみてなんか物足りないなって思ったら業務用に行けばいいかなと思いました。いやズッキーニってこう並べてみると綺麗だね。これあれだ、多分畑とかですごいなんかお野菜とかが取れたりしてもこれがあればなんとかなりそうですね。ただそんなに入らないかな。めっちゃ余っちゃった冷蔵庫で保管だ。はい、こんな感じでできました。1段目が人参、2段目が人参、3段目が人参、4段目がズッキーニ、5段目もズッキーニで、これちゃんと蓋をして、そしたらここに設置します。コンセントがね短いんですよね。こちらの説明書を見る感じだと多分ねズッキーニはキュウリ系だと思うんで、キュウリは6時間から18時間で、人参も4時間から12時間なんで、とりあえず6時間かな。6時間でやってみます。はい、これがねおそらくスイッチで、右が温度ですね。書いてない、何度がいいかどうか、何度がいいんだろう。とりあえず70度にしてみる。スイッチオン。お、なんか音がし始めた。じゃあまた乾燥したら撮ってみます。ズッキーニ食べるかどうか見てみます。カフェくん、カフェくん、女の子の家覗き見してるカフェくん、はい、初めてのズッキーニ、あ、食べてます食べてます、大丈夫だね。レトちゃん、レトちゃんズッキーニだよ。はい、はい、オレくんとタルちゃんも喜んで食べてます。カフェくん、カフェくん、おやちゃん、おやちゃん、あ、早くくれって言われてる。ほら、ララララ、人の取らない人の取らない人の、ちょっとあなたやめなさい。あ、みんな美味しそうに食べてるわ。ココタン、ココタン食べるかな。はい、
はい、こちらで待ちきれない女の子たち、どうぞ。はい、かかったとミルちゃん、ラティシャン、エラティシャン、ここからエラティシャン、はい、持っていきました。吸い込まれていきましたね。はい、みんな出てきた。はい、はい、完売です。完売しました。もっとくれって、あららら、タッチして、かわいいね、カフェくんね、もっとくれ、もっと、もっとくれ、お腹ゆるくなるぞ、あんま食べるとね。あらら、かわいいね。はい、じゃあ結構時間が経ったので中身見てみたいと思います。まだ数時間ぐらいなんですけど、なんかね、いい感じになってきたんで、さっきチラッと見たら、うん、いい感じだったんで見てみたいと思います。おー、だいぶ縮まりましたね。結構いい感じになってます。人参ってこんなちっちゃくなっちゃうんだね。ちっちゃくなったらこうやって一緒にしちゃっていいかも。こうやって、あ、落ちた。なんで人参はたくさん乗っけてもいいかもしれないですね。こんなにチリチリになっちゃうんだね。ズッキーニはどうかな。ズッキーニの方が時間やっぱかかりますね。まだね、水分がある感じがします。で、ズッキーニは重ねない方がいいかも。くっついちゃいますね、かなり。はい、こちらのズッキーニも、まあ、もうちょっとかな。やっぱりね、下の段の方がかなり乾燥しております。はい、人参ね、あの一番少なめにしてた人参はこんなに縮まってしまいました。なのでこの人参もこちら側に移動します。で、ズッキーニは結構水分が多いっぽいんで、ズッキーニは一番下がいいかもしれないですね。で、この仕上げの人参は全部まとめてしまいます。いや、かなり細かいな。スライスの仕方もね、工夫しないと人参はだいぶちっちゃくなってしまいそうです。うん、いい感じで、こちらのリンゴもらったんですけど、ちょっとね、食べきれなかったんで、これもね、スライスしてこの中に入れてドライしていこうと思います。いや、なんかこのリンゴね、めっちゃ高いらしいんだよねこのまま普通に丸かじりしたらめちゃめちゃ美味しかった。このリンゴちゃんを並べていきます。リンゴもね、これなら安売りだったらたくさん買っといて、こうやってドライして使うのも全然ありだね。特にリンゴは体にいいですからね。モルちゃんとかの体にもすごいいいんじゃないでしょうか。種はね、確か良くなかったと思うんで、種は取った方がいいですね。人参はね、結構シワシワっとなっちゃいますけど、リンゴはどうなるんでしょう。シワシワってなるタイプは重ねても大丈夫だと思います。で、これ一応高さが出せるみたいで、ここにやるとね、少し幅が出せます。で、ぴったりやりたい場合はこれで平らにすることができます。なんでね、若干太さがある果物とかでも大丈夫です。はい、なんとか乗りました。これ水分が多い順に下から乗せた方がいいですね、多分。じゃあ少しまた蓋をして待ちます。おはようございます。翌日です。果たしてどうなっているのか。パカッ。すごい、ちゃんとカリ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 してます。これはもう完成ですね。人参がね、かなりちっちゃくなるんで下に落ちますね。さあ、ズッキーニもパリッパリになっております。かなりね、パリッパリのペラッペラですね。もうちょっと太くても良さそうな気もしますね。このズッキーニとかめちゃめちゃくっついちゃってます。じゃあリンゴはどうなのか。リンゴはね、ちょっと水分っていうか蜜かな、蜜でベチャっとしてる感はありますね。リンゴのドライフルーツ買う時とか
ちょっとベタっとしてるじゃないですか。ああいう感じですね。ちゃんとできてます。はい、こちら出来上がったドライフードです。早速ね、うちのモルモットちゃんたちにあげていこうと思います。おいで、おいで。じゃあまずはズッキーニ。ちょっとペライけどね。はい、どうぞ。あー、食べた食べた。ラティちゃん、ラティちゃん、ラティちゃん。あー、食べてくれました。もう食べちゃったの。もう食べちゃいました。早いですね。じゃあ次は人参。はい、自家製人参。あー、食べた食べた。はい、どうぞ。はい、ちゃんと。はい、あー、しとらないよ、下の。はいはいはい、はい、ちゃんと食べてくれました。じゃあリンゴ。リンゴはね、あんまり人気なかったけど食べてくれますね。はい、どうぞどうぞどうぞ。あー、食べる食べる。よかったよかった。捨てた？捨てたでしょ、あんた。あんた捨てたでしょ。落としちゃったのかな。はいはい、みんな集まってきた集まってきた。あー、タッパー開けてる、タッパー開けてる。タッパーをこじ開ける。あ、持ってった。大人気です。なんで捨てたの？なんで捨てたの？あー、人参食べないこの人。なんで人参嫌いなの？人参嫌いなの？ラテちゃん、ラテちゃんも食べるよね。欲しいの、ウィルちゃん。はい、こちらのね、ココタンにもあげていきます。はい、ココタン欲しいね。はい、人参。うん、あらら、なんであなた入るの、なんであなた入るのかね。あなた入ったらね、拭いちゃうね、オスメスで拭いちゃうからやめなさいね。ダメだ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 。バコーライバコーライ。こちらのキリちゃんにもね、あげていきましょう。食べるかな。あ、ちゃんと食べております。硬いね。歯にも良さそうですね、これなら。ララ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 。じゃあリンゴちゃんはどうですか。はい、リンゴちゃんも食べます。レズコレズコレズコ。も食べてくれますね。あなたたち食べたでしょ、さっき食べたでしょ、食べたでしょ。チューちゃん、チューちゃん、チューちゃん、来た。はい、リンゴちゃん。え、微妙、微妙、いらない。あー、食べてます食べてます。よかった分かった。はい、はい、こちらのモルモットにもあげていこうと思います。とりあえず出そうかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あー、食べるね、やっぱ。どうぞ。人参食べるね。大人気ですね、これは。はい、どうぞ。おいしい、おいしいね。はい、カフェくん食べない。はい、あ、食べた食べた。
若干より好みしますね。よいしょ、もっと欲しい、もっと欲しいね、もっと欲しいね。どうぞ。はい、はい、こちら勝手につまんで食べてます。あらら、はい、ということでドライフード作ってみたでした。皆さんもね、ぜひぜひ作ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、大丈夫ですか。お願いいたします。バイバーイ。こちらのフードドライヤーなんですが、一つデメリットがあるとすれば、こちらですね、タイマー機能がついていないぐらいですかね。これが少し気になりました。他はね、全然いいなって思います。もしタイマーがついているタイプが欲しいっていう方は、タイマー付きのを購入してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。